こんにちは、Sです。今日は腹筋の核をあるトレーニングをやっていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。まずはフッターキックです。自分のおへそを見るようにしながらしっかりと腹筋に効かせていきましょう。30秒間足を地面につけないことはとても大変だと思いますが、あなたならできます。頑張ってください。残り15秒です。なるべく一定のリズムを刻みながらやっていきましょう。さあ残り7秒、ラストスパートです。3、2、1、お疲れ様です。次はキープ種目です。足は3センチほど浮かして、顔は自分のおへそを見るようにキープしていきます。この種目は僕も一番嫌いな種目ですが、この種目が一番腹筋の下腹部に効くと思います。さあ30秒間一緒に頑張りましょう。さあ残り10秒です。頑張りましょう。5、4、3、2、1、お疲れ様です。次はキープトゥーチェストです。太ももを自分の胸に引きつけるように動作していきます。つま先は自分のお尻につくくらい引きつけることを意識しながらやっていきましょう。今回の腹筋動画は腹筋の下腹部にフォーカスしたトレーニングとなっているので、かなりきついと思います。さあ皆さん最後まで頑張りましょう。残り5秒です。お疲れ様です。次はレッグレイズです。ゆっくりと足を真上に上げ、ゆっくりと下に下げます。下げる時には地面につけないことを意識しながらやっていきましょう。この種目はかなり腹筋の下腹部に効いてくるので、とても辛いと思います。これが終われば休憩なので、最後まで頑張っていきましょう。さあ残り15秒です。頑張ってください。あと3回やれば休憩です。さあしっかり頑張っていきましょう。ラスト、お疲れ様です。30秒の休憩です。今回はかなりきついトレーニング動画となっていますが、皆さん最後まで頑張っていきましょう。僕も最近は腹筋トレーニングをやりつつ、食事の面も気をつけています。皆さんも1日1回は胸肉や質の低い食べ物を食べることを意識しながらやっていきましょう。さあ次の種目はクロスクランチです。左手で右足をタッチして、右手で左足をタッチしましょう。足はなるべく地面につけないことで、しっかりと腹筋に効いてきます。さあ辛いと思いますが頑張ってください。残り20秒です。残り10秒です。5、4、3、2、1、お疲れ様です。次はストレートアームシットアップです。ゆったりと動作することでより腹筋に効いてきます。この種目は他の種目と比べて負荷が低いので、いつもよりも長い60秒頑張っていきましょう。残り40秒です。残り半分です。さあ最後頑張っていきましょう。残り20秒です。さああと2回ゆっくりと動作していきましょう。1、2、お疲れ様です。次はリバースクランチです。膝を自分の胸に引き
つけることを意識しながらやっていきましょう。この種目も55秒と少し長いですが、最後までしっかり頑張っていきましょう。残り40秒です。10秒間に5回くらいのペースを意識しながらやっていきましょう。さあ残り30秒です。残りは20秒です。さあラスト頑張っていきましょう。あと4回。1 2 3 4。お疲れ様です。30秒の休憩です。トレーニング中はなるべく無の状態でいることが大切です。何か考え事をしていたりすると時間が長く感じてしまうので、なるべくトレーニング中は無の状態でいることを意識しながらやっていきましょう。いやでもむずいですよね。わかります。次の種目はインフィニティシットです。大きな無限大を足で描いていきます。なるべく大きく描くことで腹筋にしっかりと効いてきます。さあ残り40秒です。一定のリズムで無限大を描いていきましょう。残り半分です。無限大の円がなるべく小さくならないように気をつけていきましょう。残り10秒です。5 4 3 2 1。お疲れ様です。次はサイドシーザーキックです。両方の足が重なるくらい交差することがポイントです。さあ残り25秒、頑張っていきましょう。疲れてくると足が下がってくると思うので、足の高さはキープしたまま足をクロスさせていきましょう。さあ残り10秒です。5 4 3 2 1。お疲れ様です。最後の種目はキープです。めちゃめちゃ辛いと思います。お腹もプルプル震えてると思いますが、最後しっかりと追い込みましょう。さあ残り30秒、これが終わればトレーニング終了です。最後の力を振り絞ってください。残り20秒です。さあラストスパート頑張ってください。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。お疲れ様でした。腹筋はなかなか割れづらい部位となってきますので、毎日地道にトレーニングして綺麗なシックスパックを目指していきましょう。ありがとうございました。バイバイ。